せいか、マルベーニせいか。レックス様がお見えになりました。そうか。君がレックスか。会いたかったよ。あんた、いや、あなたがアーケディアの。え、嘘。いかにも私がマルベーニだ。驚くのも無理はない。もっと老人を想像していたのだろう。そりゃコールさんのドライバーって言われれば。あ、すいません。砕けてもらって構わない。私は一宗派の代表に過ぎない。法王などという大層な名前もただの飾りだ。それに君とは同じ天の聖杯のドライバー、ある意味仲間とも言える。そう言ってもらえるとちょっとは楽かもです。印象が変わったな。もっと険しい感じだったと記憶しているが。そうだ、法皇様、これ。これ、コールさんから預かったんです。法皇様の持ち物だって。返します。そうか、コールの。懐かしい名だな。コールさんから聞きました。法皇様が楽園への行き方を知ってるって。俺、楽園に行きたいんです。行って、この世界を何とかしたい。いや、何とかできるかどうかは行ってみなければわからないけど、伝説が本当なら俺たちが生きていける場所きっとあると思うんです。かつて私も君と同じ考えだった。同じ考えを持って世界中を登った。だが私は楽園には行けなかった。神にも会えなかった。それはきっと私の中に業があったからだろう。レックス、君の思いは理解した。私も最大限助力しよう。本当に？ありがとうございます。礼はいらないよ。それが私の役目なのだろう。そのために今まで生きてきたのだから。ついてはホムラです。私の名前はホムラ。ホムラと少し話をさせてもらえるとありがたい。何？ちょっとした思い出話をね。コールのじいさんの知り合いって話、本当だったんだね。世間は狭いもん。ホムラ、一人で大丈夫かな。法皇様だよ。取って食ったりしないだろ。さっき、一瞬だけど感じたんだ。何を？レックス？まるで、あのメツと話をしてるみたいだった。気のせいだろ。メツのドライバーなんだから、その思い込みとか。全然似てないですもん。そうじゃないんだ。本当に一瞬なんだけど、どっちが法皇様でどっちがメツかわからなくなったっていうか。ごめん、うまく言えないや。同調の際、ドライバーの影響を大きく受けるブレードもおる。容姿じゃったり精神じゃったりとな。そのせいじゃと思うが。ホムラ様と同調したレックス様だからこそ
感じ取れる何かがあるのかもしれませんね。1500年前に描かれたものだ。雨風にさらされ、修復もされず、今なお当時の輝きを誇っている。とうに失われた技術だよ。歴史とともに人は進化するのか、それともむしろ退化するのか、君はどう思う？驚いたわ。まるで変わっていないんだもの。周りから不思議がられない。私はアーケディア人だ。それに聖杯と同調した。その影響だよ。そうかしら。なぜ今になって？ずっと誰一人行かせる気はなかったんでしょう。時の変節とともに人は変わる。答えになっていないわ。彼ならば神の声が聞こえる。この朽ちていく世界を救える。そう思ってはいけないのか？レックスがそうだと。君と同調したということはそういうことではないのか？数百年を経ても朽ちないとは大したものだな。マンイーター技術の究極形、あがくな人間も。困らせてごめんね。そう、わかりました。昨夜非公式にローデリヒ議員がアーケディアに入られたそうです。ご存知でした？いや、陛下からは何も聞かされていないが、今自分何用でここに？ただの巡礼とも思えんが。テンペランティアでの発掘調査、あれの関係では？以前陛下が懸念されていた件か。もしそうだとすれば、目的は法王朝への根回し。ローデリ姫、
申し訳ありません皆様、火球の要件です。すぐに謁見室までおいでください。先ほどスペルビアとインビディアの正常干渉域、非武装が約束されていたはずのテンペランティアで戦闘が開始されたとの報を受けた。スペルビアが大型のアルス兵器を要し、インビディアの駐屯地へと進軍しているようなのだ。バカな！今は両国の距離が最も接近する時期でもある。我々が機会を待っていたと申されますか。ありえません。陛下の聖断なくして戦闘行為などと。確認する必要がありますね。ああそうだな。聖下、急ぎ確認、事態の収拾に努めます。失礼を。お願いします。法皇様、俺たちはメルフ特別執権官の助力をお願いしたい。構わないかな。断る理由はありません。私への気遣いも無用です。そう言ってもらえるとありがたい。急いでメルフを追いかけよう。何者だ、あれを動かしたのは。体制は万全ではないのだ。今開戦すれば我らは。どういうことか、ローデリヒ議員。特別執権官、なぜここに。テンペランティアでの発掘は陛下から中止が厳命されていたはず。それを聞こうは陛下の命を破り再開していたようだな。我らにアルス資源は少ない。それを陛下は分かっておられない。わしは国のために。貴公の心情なぞどうでもいい。なぜインビディアに攻撃を仕掛けたのか聞いている。わしではない。わしは命令など下していない。わしとて元老院議員、海戦の聖断は陛下のものと心得ておる。ならば誰が。メレフ、なんだこの者たちは。無礼ではないか。天の聖杯のドライバーだ。今は私と行動を共にしている。天の聖杯の。ではこの少年が噂の。噂のってなんだよ。俺ってそんなに有名なの。あなたたちが引き倒した給水塔の修理費用いくらかかったと思う。あまりいい噂ではなさそうじゃな。メレフ、やっぱりあんたたちが関係しているのか。ああ、不本意ながらそのようだ。何が起きてるのか教えてくれ。まずいですね。両国が全面戦争にでもなったら。今はまずい。今やれば我らは負ける。どの道やる気やったんやろ。自業自得や。そんなこと言ってる場合じゃないだろう。スペルビアにその気はなかったのよね。そのコアクリスタルはお前が天の。答えて。そうだ光。スペルビアとインビディアが戦って得するものは誰。得するものって、まさか神たちイーラか。可能性はありますも。じゃがどうやって。やっぱりただの事故かもしれないもん。ご主人。それならその方がいいさ。頼む、メレフ特別執権官、貴公の力で事を収めてくれ。今さらだなローデリッヒ。が、傍観するわけにもいかんか。カグツシ。はい。メレフ、今回の件、当国の問題だ。お前たちの力を借りるわけにはいかん。ドラの言うように、ただの事故ならね。でも、もしあいつらが関わってるなら、それは俺たちの問題でもあるんじゃない。だが給水塔の修理代分くらいは働かせてよ。いいだろ。言うと思った。
ボン、律儀やの。すまない、お前たちの力借りられるか。当たり前だろ。ええ、もちろん。私も行きます。ファン、テンペランティアで暴走をしているのはアルスを母体とした兵器なんですよね。私の能力はブレイドだけでなくアルスにも効果があります。きっと何かのお役に立てるはず。それに、それに、私が行かなくてはならない、そんな予感がするんです。ファンレノルン、あなた。で、なんでカメちゃんまでついてくるわけ？なんかおもろそうやんけ。遊びじゃないんだよ。イーラっちゅう奴らの噂は聞いとる。ヨウさん、コアクリスタルを集めてるんやってな。それにな、ワイらも無関係やないんや。イーラって名がほんまやったらな。カメちゃん。